早速ね、ポイントにね、やってきました。おっとっと、でかいのおるな。でかいいますね。おといまーす。で、カーブいまーす。で、カブと刺激なめて。でかいですね。でかいのいまーす。捕まえまーす。はい、でっかいですね。ブルーベリーのカブトね、捕まえました。ゲットしました。はい、4匹目見ました。カブトムシ。4匹目見ました。中ぐらいのカブトムシですね。で、樹液買ってみようかな。カラブンとかいますね。こいつも取っちゃいます。ゴキブリもいますね。ゴキブリとか、なんか、アリとかたくさんね、カラブンとか。隣の木ですね。隣の木にもね、一匹、樹液根元が出てて、中ぐらいの、ちっちゃいですね。ちっちゃいカブトムシ。いますね。ゴキブリもこんなでしたもんね。カナブンもいて、樹液たっぷりかな。すごい。カナブン。カブトムシ。小ぶりのカブトムシね。これで、これで、1。これで5匹目か。お姫上の方にね、ヤブキリがいますね。頭上にこれ樹液にね、米付き虫みたいなね、多分米付き虫の仲間も集まってきてますね。こういう虫です。米付き虫のアリさんもいっぱい来てますね。こんなたっぷり樹液がね、出てますよ。たっぷりたっぷり樹液出てます。白天花潜り、白天花潜りが樹液に集まってきますね。これは白天花潜りですね。で、ここに、お、ノコギリ、ちっちゃい、あ、コクワか。コクワがいますね。ここ行ってきます。アブラゼミが浮かしてますね。アブラゼミで浮かれて綺麗です。綺麗ですね。とても綺麗。アブラゼミ浮かしたてですね。ここにもね、カブトがね、お、カナブンがいて、お、カブト取った。下歩いてるな。カブト下歩いてまーす。ちっちゃいカブトですね。小さいカブトの虫ですね。いました。やっとちょ、買いがけね。やっと最後にね。お、取った。やっとメス見つけた。やっとメス見つけました。今日ね、オス6匹見つけて、メスは1匹だけですね。メスが少ないですね。今日はね、2020年8月1日、夜10時ぐらいです。今ですね、自宅に帰ってきて、とりあえず今日のね、カブトムシの、成果は、ダイが1匹、チュウが1匹、ショウが4匹、オス、メスが1匹だけ。オス第1匹、チュウが1匹、ショウが4匹、計6匹、メスが1匹、で、コクワガタが1匹。で、オス1匹だけ連れて帰ってきて、あとのは逃がしてきました。ご視聴どうもありがとうございました。